はい、スレンダースキャットに春っぽいバス来ましたよ。高松リアル、おー、スレンダースキャット。ここまで丁寧に流してたら足元のあたりでね、スコーンと食った。あのサイズがいいんだったらな、親分もいると思うんだけどな。なんか今日やっぱりアップに投げてふわーっと自然にドリフトさせてくると食うね。でちょっとピチピチしたから餌もさしてくれてんのかもしんないな。ちょっと釣って、まあ、丁寧に、もうこれしかやりようがないから丁寧な。ミノーとかでも釣れるのかな。万が一案外派手な釣りでいけそうじゃないなんつってもやってみると釣れなくて、結局こういう地味な釣りで数が重なるっていう、そんな日なんじゃないかな。でもあのサイズもいるってことは、ちょっとワームのサイズ落としたらもうちょっと連チャンとかするのかもしれないんですが、せっかくスレンダースキャット変えたから自信がつくまでスレンダースキャットを釣り込んで、この手の釣りはねえ、山線香の独壇場だったから山線香じゃない選択肢が増えるってのは面白いですね。多分刺してくるの待ちで静かにやってれば結構チャンスもらえるんじゃないかな。縁こういう縁とかにいると思うんだよな。結構こういうなんか流木とかがあったりして、なんだろう、ジグストとかねえ、ヘビダンとかちょっと沈めると途端になんか根がかりしだしたりとかねするから、こういう根がかり知らずのねえ、ノーシンカーでちゃんと釣れてくれるんだったらありがたいな。こうフリーリグとかでやってたら釣れるんだけど根がかるんですよね、なんかあー、夕方になったらな、親分サイズ登ってこねえかな。本当はね、ワッキーリグにしてこうワッキーワッキーしながらこういう際をねえ落としていくのとかも好きなんですけど、今日はチューブ持ってきてないからね、多分一匹釣るごとにねちぎれちゃいそうだからもったいないなと思って、玉数がねそんな入ってないから、ここぞっていうタイミングで使わないと結構ねコスパ悪いと思うんですよこれね。こういったあれだけど、そんなに入ってないから大切に大切に使わないと、釣れたー、あ、ぶっ飛んでったーってのがね、なんか結構きついかなと思って、それが弱点かもしれないですね。まあでもだからこうすごい丁寧にアプローチすることになって、結果魚が食ってくれるっていうね、まあ好循環だと思うんですけど、どうだろう、どうでしょうか。さあそろそろ
魚刺してこないかな。なんか今日ね、このダウン側に投げてダメなんですよね。アップ気味に投げて上からちゃんと自然にドリフトさせてくると今反応がもらえてるんですけど、結構バスの機嫌によってこっちでも全然見つけ次第食うぞみたいなモードの時はねダウンでもいいんですけど、なんか若干めんどくさい時はめんどくさいけどアップに投げてしっかりこの流れに乗せながらドリフトしてくるみたいな。じゃんじゃかじゃんじゃか刺してくる感じではないんだよな、なんかな。この流れだとちょっと止めると浮き上がっちゃうから、浮き上がったのを表層で食うっていうほどではないんだよな、なんかな。あれ違う、鯉が当たったのかな。鱗ゲット。鯉が当たったんだな。研ぎ澄まされてるよ、研ぎ澄まされてる。鱗に合わせをね入れられる時はねぼーっとしてるようで研ぎ澄まされてる時だと思うんですよ。バスじゃないのかな。バスの鱗もっとちっちゃいよな。よっしゃ、食ったよ。おお、岩盤落とし成功。うわー、そこにいてくれ、そこにいてくれ。よいしょよいしょよいしょ、ういうい、釣れた。岩盤転がし、うわー、危険なところに、危険なところに俺は落ちるのか。これは危険だな。これはいけるのか。ここつるっといったら俺は今日終わるな。よいしょよいしょ、はい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 、無事回収。はーい、釣れましたよ。あ、久しぶりにスーペリオフック独特のね、このダブルがかり、一回かかってもう一回かかるっていうね、これすごいかかり方する針なんだけど、ですね、これは岩盤に落としてスーッとね沈めたら気持ちよくね糸が走ってくれましたよ。いやー釣れるね。ワームも回収できて、これはギリね修理できそうだね。じゃあ引き続きやっていきたいと思います。イエーイ、春バスやったね。そうそう、スーペリオフックね、なんか1回かかってもう1回かかる謎のすごいかかり方する。マジおすすめです。
静かにやってると適当にすげえ釣れる。あーこれは修理できるか。両方炙りの術で、両方炙りの術ですぐくっつけの術で復旧できますか。どうでしょうか。はいはい、道具は改めて、ホワイトルフにメタニウムのハイギアで、針はこれ小森さんの作ったあの CO フックの30番これでねやってみております。もう次ぐらいちぎれるかな。結構ねえ柔らかいデプス素材の割に持ってくれております。さあ、あっちの岸際に落としたら刺してきたバスがパックンチョしてくれた。もう時間的にはもう夕まずめに入る時間だからね、えどんどんあの手のやつが遡上してきてくれるといいんだけど、こっちの方まで。もうちょっとね濁ってなければ、あのわーって来るのが見えたりしてね、それを目印に投げたりできるんだけど、今日ちょっと濁りが入ってるから糸の動きをよく見て、それでもって釣りにかかっております。一応微妙にちょっとずつ立ち位置というか座り位置を変えて、ちょっとずつフレッシュなところに投げてみてるんですけど、まあでもよく釣れるねこれね。まだちょっと変えづらいからな、次また店頭に並んでたらもう一袋ぐらい買ってみるかな。コーヒージューストレートまっすぐ系はね、まあヤミーとかもあるけど、本当山線香がねもう唯一無二の存在だから、そこにね新しく登場して、まあでもこんなに当たり出てくれると結構信頼できちゃうな。で今日は重りとかを昇和してないから8ポンドクラスっていう7フィートの竿なんですけどね、これでちょうどなんていうのかな、気持ちよくこう投げやすいです。これを多分17とかにすると、まあでっかいのがいっぱい食ってる時はいいと思うんだけど、すごい8ポンドクラスの竿がやりやすいなぁなんて思って今やってみております。スピニングでこの釣りやるのもね面白いんですけどね、あのちょっと針、細軸の針を使うようになったりして、そうすると結構力強いフッキングとかがしづらいから、ベイトフィネスではないんですけど、ミディアムぐらい、ミディアムライトぐらいのいわゆる普通のベイトロッドで、でカチッとフックセットするのがやりやすいのかな。もうほんとシャローフラットでね、ほんとただじっとり待つだけの時はね
ピニングでやっちゃったりすることもあるんですけど、糸はねこれ今8ポンドぐらいの糸を入れてるから、ね、それでしっかり丁寧にやればある程度ね大きいのかかってもちろん大丈夫だと思うん で、まあ岩とかが結構ガビガビしてたり、そこにねなんかいろいろなものが流れてたりするから、この釣りは P ラインとかよりこういうフロロでシンプルに、シンプルシンプルシンプルにふわーっとやるとやりやすいのかなと思いますけどね。このちょっと巻いて糸がふわーってなるところをよく見て、で魚が食うとそれがツンとかスッとかね、なんだろう、もう竿先には出ない感じの、何の違和感もなくくわえてふわーって走り出しちゃってますみたいな、そういう当たりの出方なんで、おーっとボイルした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 、あらボイルでしょう。今のボイルだよな。うわ何ボイルすんの、ベイトフィッシュだよな、虫とかじゃねえよな。ミノアリなのかな。今そこボイルしたんですけど、ね、結構やる気満々の人いっぱいいるのかな。これ一匹だけ、終わりか。うわーワンチャンだったな今の。ああいうのはもうやった瞬間にスパンって入れないとね、そんなに時間空けなかったつもりなんだけど遅かったね。いやああいうのにはねワッキー掛けでスパンって入れたいな。もうちょっと追いかけ回すって感じだったこのストレートに、なんつうのかな、いわゆる普通にフックス刺した方がこうちょんちょんとかね魚風な逃がしができるから、こっちの岸際とかやんないかな。なんだよ今のびっくりしちゃったよ。ちゃんと夕まずめになってんだなこれ。あっちに追いかけに行ってないかな、一回か、もう一回やってくれ。遅いよ。バスじゃん。見えなくなっちゃう。よっしゃ、あっち際パターンだな。おー
元気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 、ラストだ、ラストラストだから釣らしてくれ。あーあー飛んだ飛んだ。やっぱあっち際でちょんちょんやると釣れんだね。はい、釣れんだ、スキャーッ。あーまあ途中まであったんだけど飛ばされちゃいましたが、スレンダースキャットに来ました。ナイスバース、すげえ引いてくれてありがとうね。もう最後からどうかな、うーんもうちょっとやってみようかな。やったね、ナイス引き、センキュー。いやー君いい引きだったね、君素晴らしい引きでした、ありがとう。なんかあっちの際に戻ってった気がする。あーもったいねえけど、あーもったいないというか終わりの時間、いや今の締めにした方がいいかな。でもあーすげえ、なんだあれなんだあれ、やるしかないっしょ。帰り道大丈夫かな、帰り道大丈夫かな。あー今なんか食わせ方が分かってきた感じがするんだよな。ちょっとスレンダー1個飛ばされちゃいましたが、よしよし、マジこれスーペリオ CO の3番ジャストフィット、この頭の粒にしっかりね隠れる。この際入れてちょいちょい、あーやべやべトラブってる、ちょい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 でもう一本ぐらい釣れそうなんだけどな。こういうスティックベイトのね必殺技、落とし込みじゃなくてちょっとダートで走らせる感じで夕まずめになって食うようになってきましたよ。これと流し込みを併用してできるからいいね。前半戦はこうスーッと落とし込む感じじゃないと食わないのかなと思ったけど、いろんなヒントをもとに向こう際でね、坂又リアルでもね加えたからね、その魚にこうチュッチュッっていうくねりダートで今捕食を仕掛けてます。いやー一匹釣れたからもうさすがに終わりかな。なんとなく食わせ方が分かってきたんだけども、ちょっと帰らないといけない時間になってきたな。うわあと1時間ぐらいやりたいな、このなんか食わせのパターンが見えてきた最中だからね。でももう終わりだよね。今結構この至近距離で見てると5インチの長さがあって、このお尻に膨らみがあるから、このツイッチツージャークとかを入れた時のくねりアクションが独特ですね。なんかただのストレートと違って、お尻の方がグイーンって曲がり込むから、でデプスのこの柔らかい素材だから、なんか独特なしなりで口の中にスコーンって入るんだろうね。だからあのフックポイントがだいぶなんかこの長さの割に
前寄りにあるなと思ったけど、ここにあることによってこのお尻の膨らみで独特なグネリンっていうダートの時の余韻の、ちょっと濁ってるから見えないと思うんですけど、こうくる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 っていうね、そういうなんか独特な感じでくねるんですよね。あれは恋か。うわー、いい感じになってきましたが、これ以上暗くなると今日ライト持ってきてないから俺死ぬっていう恐ろしい。うわー楽しいなー、やっぱ久しぶりにかなりリフレッシュできましたねえ。やっぱバスの引き バスの反応の仕方がやっぱ可愛いよな、いいよな。いろいろなことをね仕掛けてね、で正解するとね、よっしゃ食っちゃろっていうこの感じがやっぱバスいいっすよね。何をしみじみと。あそこのストレッチいねえ、刺してねえかな、クネリングアクションに。さっきのやつなんかジャンプしながら釣り人いるぞっていうのをお知らせしながら逃げていったように見えたからな。おしまいですかね、あと一本欲しい。いやー楽しいんだけど、もう帰らないと帰らないと帰らないと、帰り道が分からなくなっちゃうな。よいしょ。表層とかプラグじゃなくて、あの岸に入れてふって落ちるときにまずガーって寄ってきて、それにこのくねりジャークを入れて、で口の中にスコーンと入ってる、そんな印象で釣れてるんですけど、だから固めの竿っていうよりこう竿先がちょっと残るような、竿先がちょっと負け気味の竿でその余韻を出すみたいな、そういう竿が使いやすいんじゃないかなって。あーもうちょっと終わりかな、一晩中やっててえなこれ。じゃないか、今食い損じたな、なんかそこで白い腹見えたな。ちょっとダメか、この感じだとスピニングのホバスト展開とかでもこれすげえ釣れたのかもしれないな、まあ、今日テーマが、自分の中のテーマがスレンダースキャットを練習しようだったから、あんまりそういうの持ってきてないんだけど、なんか魚はすげえちゃんと刺してくれたからね、多分なんだろう、ホバスト練習はホバスト練習もできたかもな。はい、スレンダースキャット勉強になりました。とりあえず上がります。いやー楽しかったなこれな、いいな、ちょっとまた買っちゃおうかな。とりあえず上がります。わお、送った、おっしゃ、はーい、スレンダースキャットに春っぽいバス来ましたよ。送った、よし、おお、おお、今食いついたのが見えました。おお、スレンダースキャット、
おっしゃやったー、ちっちゃいけど。はーい、久しぶりに高又リアルのフリーリングに来ちゃいます。よっしゃ、食ったよ。おー、岩盤、岩盤落とし、岩盤に落としてスーッとね沈めたら気持ちよくね糸が走ってくれましたよ。くった、よっしゃ。あっち、あっち際パターンだな。おー、元気元気、あ、元気元気、あー、ナイスバース、すげー引いてくれてありがとう。